国道289号は、新潟県新潟市中央区から、福島県岩き市に至る、一般国道である。新潟市中央区千歳大橋付近福島県岩き市、西木町本州の日本海岸に位置し、新潟県の県庁所在地でもある、新潟市から、福島県中通りの白川市を経由して、東北地方南東端で、 太平洋岸に位置する岩木市とを結ぶ延長 275km ある一般国道の路線。主な通過地は、新潟県燕市、三条市、福島県南会津郡多田美町、南会津町、下郷町、白川市、東白川郡田名倉町である。国道49号と並び、新潟県と福島県を横断する国道でもある。 起点である、新潟市中央区の本町交差点から、燕市にかけては、国道116号と重複する。園市からは南東へと進路を取り、新潟県中越地方と福島県にまたがる、越後山が見やく声や、福島県合津地方の南西部地域、中通りと浜通りを隔てる阿武熊高地など、経路の多くは、山岳地帯を通過する。 園子から三条市へと新潟県県を地域を西から東へ横断して福島県只見町に至るが、両県境で最大の難所である八重里越の区間については、三条市大技塩野淵から只見町、大技可能ずは在里可能津に至る延長 19.1km の区間が自動車の通行不能区間として残存している。両県と、 国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所では80離越の改築事業を実施しており、数十のトンネル群が国土交通省の権限代行による直轄工事で進められている。沿線は急峻な地形で豪雪地帯にあり、構造物の建設は春季から秋季にかけての約半年間に限られることから事業は長期にわたっており、 全線の供用開始は2020年代半ばが見込まれている。直轄権限大航空間については2021年4月27日に今後5か年程度での開通との見通しが示された。福島県南合図から甲子峠を福島県下の一般道としては最長となる。 甲子トンネルで抜けてさらに東へと進み、福島県中通り地方の白川市の中心市街で、国道4号と交差して、阿武熊高知南部の山間地を横断して、太平洋側の岩木市の国道6号に至る。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲運転及び、経過値は次の通り。新潟、福島県境の八十里、古市区間は、 古くからの街道筋である旧八十里街道を踏襲する道である。八十里越と称された理由は、八里の道が八十里に感じられるほど険しいからだと言われる。現在の国道指定された八十里越の登山道区間と旧八十里街道はルートが完全に一致しておらず、明治時代に整備された旧街道筋の区間は廃道状態となっている。 国道289号の道筋が国道に指定されたのは新潟県出身の衆議院議員で自由民主党幹事長を務め、後に総理大臣となった田中角への影響力によるものだと言われている。いわき、新潟間を結ぶ国道には他にも国道49号があったが、田中は甲子温泉がある福島県西郷村に訪れた際に、 当時この道が存道であるのは、もったいないので、国道に格上げしようと発言したことが端に、発しているからだとされている。登山国道2006年撮影。2008年9月公私道路の開通により、国道指定から外される。標識も撤去された。福島県の下郷町と西郷村の 5.9km 区間も、長らく自動車通行不能区間であったが、 33年の工事期間を費やして、バイパスの講子道路が完成し、2008年9月21日に開通した。この区間の開通により、従来80分かかっていた下郷白川の所要時間が50分に短縮された。また、宇都宮方面や、同じ県内郡山方面からも東北道、白川インターチェンジ経由で、下郷町のほか 大内塾、隣接する南会津町や遠くは、日の江又村方面も従来ルートより短縮が、図れるようになった。これにより、東国道の普通区間は前述の八十里、古区間のみとなった。また、格子道路の開通まで、普通区間の西郷村側では、旅館の本館と離れをつなぐ、渡り廊下の屋根を、国道のルートが潜っていたり、 さらにその先では人のみが通れる、極めて狭い登山道に、路線番号標識が立つなど、一種の名所となっていたが、蒸気格子道路の開通に伴い現在は、指定から外れ、標識も撤去されている。遠子井戸巻付近。標識に、佐渡の表記が見られる、福島県西郷村格子峠付近。格子道路開通により、交通量は増大傾向にある。起点。 新潟市塩市の国道116号重複区間は住宅地や商業施設が多く立地しており、また国道116号が新潟市と柏崎市で最短で結ぶ路線であることから交通量が多い。塩市から三条市にかけては複数の箇所で道路が複雑にクランクしており、右差説が必要な箇所も多い。またかつて、 つばめ市東大田から同市つばめ京北詰めにかけては、一本の道路でつながっているにもかかわらず遠回りなルートが国道指定され、このうち同市秋葉町一丁目地内では、吉田方面への一方通行となっている区間が存在していたが、2010年から現在のルートに変更された。新潟県の三条市内の区間では、 旧国鉄や彦線の跡地を転用の上、拡幅整備、した箇所が存在する。同様に、福島県の白河市から田名倉町にかけての区間では、JR バス白宝線専用道を転用の上、拡幅整備した箇所が存在する。春日町交差点。国道116号からの分岐国道289号と349号の、 重複区間福島県東白川郡鮫川村、橋梁トンネル戸の駅交通量2010年度平日24時間、交通量新潟県2005年度平日24時間、交通量。ありがとうございます。